名古屋市の東山動植物園。昭和12年の開園から80年を迎えました。東山動植物園は命を未来につないでいます。今から80年前、開園当時の映像です。東山動植物園の前身は大正7年に開園した名古屋市鶴間公園附属動物園です。施設が出狭になったことから昭和12年に移転し、3月3日に植物園が、3月24日に動物園が誕生しました。植物園には当時東洋一の水晶宮と呼ばれた大温室がありました。その温室の全館は今も同じ場所にあります。現在国内で残っている最も古い公共温室です。当時建てられた植物園の温室は現在保存のため修理がされています。国の重要文化財に指定されています。開園の翌年、動物園に恐竜像が建設されました。コンクリートでできています。昭和13年、開園1周年を記念して作られた恐竜像はご覧の通り、現在も当時の姿のままです。開園80周年に合わせて補修されます。私たちは近くにある杉山女学園大学の学生です。東山の歩みを映像記録にまとめました。東山は日本の動物園で最も早く猛獣を柵のない飼育舎で展示する形を取り入れました。昭和16年頃には動物は1000点を超し、東洋一の規模を誇りました。開園から間もなく日中戦争が勃発。4年後には日本はアメリカとイギリスに宣戦布告。時代の黒い影が東山を包み始めます。昭和19年から日本本土への空襲が始まりました。各地の動物園で軍部から猛獣の処分が求められます。東山でもトラやライオンなどたくさんの動物が処分されました。昭和20年2月には軍の指示により閉鎖されました。こうした中、当時の職員は必死に動物を守りました。しかし戦争が終わるまでに生き延びた動物は象2頭を含むわずか20数点でした。東山動植物園は昭和21年3月に再開しました。再開した年に動物がいなくなった足利家です。子供たちが泳いでいます。戦争が終わり、
その時日本にいる唯一の象となったマカニーとエルドは人気者になりました。全国から子どもたちが象列車に乗って東山にやってきました。戦後の苦しい時代に明るい笑顔を呼び起こしました。ここは平成25年に完成したゾウジアムです。戦後大勢の子どもたちを東山に連れてきたゾウ列車のレリーフがあります。ここには当時マカニーとエルドが使っていた道具が展示されています。昭和26年、移動動物園が企画されました。絵本でしか見たことがない動物を子どもたちに見せたいという思いからです。その後、さまざまな動物が東山に仲間入りしました。カバ夫婦の福子と重吉も東山の人気を支える顔でした。昭和29年に大須から東山まで行われた福子の嫁入りパレードです。トラック11台を連ねた盛大なものでした。福子重吉夫婦は国内最多の19頭もの子供を産みました。子供たちは全国の動物園に送られ、日本の動物園にいるカバの6割が重吉と福子の子孫だった時期もありました。昭和31年頃の映像です。昭和40年代に最も人気を集めたのがゴリラです。当時の飼育員浅井力蔵さんです。プッピー、オキ、ゴン太の3頭を子供にしつけをするようにトレーニングしました。それから6年、日本の風土にすっかり慣れた今はその生育も順調です。この動物園でゴリラを飼育するのは初めてなので、その取り扱いも慎重です。浅井さんの意見をもとにして園長さんを囲んでの打ち合わせ会もしばしば行います。ゴリラの餌は普通ネギ、トマト、ジャガイモなどの野菜、バナナ、リンゴといった果物、それにサトウキビや牛乳、卵が主な献立となっています。こんな浅井さんにゴリラたちは心から懐き、浅井さんが一日の仕事を終えて帰ろうとするときには、もっと一緒にいてほしいと浅井さんを引き止めようとするのです。昭和59年にコアラがやってきました。
2年後には国内で初めてコアラの繁殖に成功。東山の人気者になりました。それから30年余りが経過しました。コアラはオーストラリア大陸に1000万頭いたと言われていますが、狩猟や生息環境の変化で減少しています。国内の動物園でも高齢化に伴い飼育頭数が少なくなっています。東山ではコアラの餌ユーカリを独自に栽培して、コアラが快適に過ごせる飼育環境を整えています。平成5年に世界のメダカ館がオープンしました。ここでは日本メダカが本来生息している田んぼの風景を再現し、そこに生息するメダカや身近な水生生物を展示しています。バックヤードでは展示するメダカの他に、絶滅の危機に瀕している様々な種類のメダカを繁殖し、種の保存に取り組んでいます。平成18年からは東山動植物園が人と自然をつなぐ架け橋となることを目標として再生プランが始まり、新しい施設が続々とオープンしています。東山動植物園は環境教育にも力を入れています。小中学校の校外学習などで活用できる環境教育プログラムは合わせて55の受講コースがあり、動物・植物の普及啓発に努めています。平成25年、東山で初めてアジアゾウの新しい命が誕生しました。ゾウの赤ちゃん、生まれてすぐに立ち上がろうとします。アジアゾウの妊娠が分かったのは平成24年秋。10歳のメス、アヌラ、初めての妊娠です。お腹の中に赤ちゃんがいます。お父さんはコサラ、8歳です。平成25年1月29日午後9時過ぎ、破水しました。陣痛が激しくなり、アヌラは体を鉄の扉にぶつけます。赤ちゃんが入っている胎膜が出てきました。出産です。赤ちゃんは立ち上がろうとします。赤ちゃんをお母さんの見えるところに連れてきました。アヌラはどういうわけか反対側の隅の方に行ってしまいました。スタッフは心配します。その時でした。アヌラが鼻で草を体の上に上げてから赤ちゃんの方に歩み寄ってきました。赤ちゃんを撫で始めました。生まれて3日目、赤ちゃんはお母さんとの同居を始めました。初めて授乳が確認できました。生まれて35日目、報道機関に公開です。外の運動場を見ます。アヌラは外に出ますが、子供が気になってすぐ戻りました。これから発表させていただきます愛称です。愛称は、さくらに決定いたしました。国内で6例目となるアジアゾウの出産、日本人チークチームで初めて成功しました。
平成25年には国内最大級のアジアゾウ舎ゾウジアムが完成しました。アジアゾウが生まれた年、西ローランドゴリラの赤ちゃんアニーが生まれました。母親の愛はお乳をうまくやれませんでした。このままでは弱って死んでしまう恐れがあったので、飼育員さんが育てることにしました。しかし大きな問題がありました。このままだとアニーは自分がゴリラだということを認識できず、二度と群れに戻れなくなってしまうのです。アニーを群れに戻す飼育計画の第一歩は、飼育員さんがゴリラのお母さんといった感じで接することです。世話をする飼育員さんを最初の1ヶ月は3人に限定し、アニーが受けるストレスを少なくしました。生後12日目から仲間の姿になれるために、アニーを格子越しに他のゴリラと対面させました。生まれて半年が経過、アニーは檻の一番高いところまで登っていきます。アニーが母親の愛と同居するようになりました。アニーがお母さんに近づきます。我が子を手で払いのけます。しかしすぐに抱き寄せました。アニーは1歳5ヶ月になりました。父親のシャバーニとイボ兄弟のキヨマサ、その母親のネネが加わり、5頭すべての同居を始めました。キヨマサはアニーより7ヶ月年上の遊びたい盛りです。アニーに何度もちょっかいを出します。同居の初日、事件は起きました。逃げるアニーを追いかけます。その時アニーが落ちました。見かねたシャバーニが間に入りました。キヨマサがアニーの大事なタオルを引っ張ります。その時でした。アニーが反撃する構えを見せたところ、ネネは息子がいじめられると思ってアニーを突き飛ばしました。いた、どっか痛めましたかね。その時シャバーニが隣の部屋から駆けつけ、アニーを守ったのです。国内で初めて人工保育で育てたゴリラを群れに戻すのに成功しました。東山ではゴリラ5頭が野生と同じ群れで暮らしています。現在は新しいゴリラチンパンジー社アフリカの森の建設が進んています。植物園にある保管温室です。ここでは開園当時から植えられている貴重な植物を移植保存しています。これらの植物は国の重要文化財の温室全館を保存する工事が始まる前にここに移されました。東山の開園当時から温室とともに試練を乗り越えてきた大切な植物です。こちらは昭和12年から植えられている新農ヤシです。保存修理が終わった後、温室全館に戻されます。東山動植物園は平成29年で開園80周年を迎えました。戦争中、アジアゾウを守り抜いた東山動植物園。ここで今までたくさんの命が誕生しています。昭和40年代に人気を集めたゴリラ、キヨマサとアニーが誕生し、ゴリラ5頭が野生と同じ群れで暮らしています。東山動植物園は再生プランに取り組んでいます。
人と自然をつなぐ架け橋に生まれ変わろうとしています。これから未来に向けて目指していることは何ですか？開園80周年を迎えることができました。苦難の時代もありましたけれども、これからは自然との架け橋となり、命をつなぎ、皆様からより愛される動物園になるように頑張りたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。開園80周年を迎えた東山動植物園、これからも命を未来につないでいきます。